思ってんの？遊園地ってのは。あんたらが勝手にするんなら、こっちはこっちで勝手に。すいません、これ忘れ物みたいなん。ことは忘れましょう。それでは改めていただきましょうか。うん、いただきます。さあ、どこから食べようかな。あー、かわいい。この盛り付け。あんた、私のことバカだと思ってない？
よろしいですね。指示前のお化け屋敷は純日本スタイルのようですから。お化け屋敷？いや、他のにしない？トライアングルマウンテンコースターとかさ。それ、さっき乗ったよ。確かに、とても楽しかったですが。それじゃあ…バカじゃないの？バカじゃないの？お化け…だから、怖くないって言ってんでしょ？やったろうじゃない。吠え面かかせ。
の夢違う。出会うたびに変わる、好きになるってどう？燃え燃え、もやもやは恋の始まりって。いつもあちこち飛び回っててあんまり。何それ。っていうか妖怪なんていない、いません。そういう漫画がありましたね。さて、それじゃあお手伝いに行ってくるね。私もそろそろリハなんで行くわ。カリンさん、巫女舞頑張ってください。さくらの見せ場、楽だからって無理しちゃダメだかん。今回私たちは本当にただのお手伝いなのです。巫女舞を演じるカリンさんは別ですけども。君も普通に遊んできていいんだよ。絵に
すいません、もう一回お願いします。はい、分かってます。自分の背筋が常に、はい、それだけじゃただの客寄せパンダです。お客さんには最マネー、はい、ありがとうございます。いかがですか？の割には浮かない顔をしてらっしゃい。
カリンちゃんの理屈はよくわかんないな。